全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、社会福祉労務士の長塚です。近所の公園の近くを通りかかった時、公園の広場内で自転車に乗る練習をしている親子がいました。子供は幼稚園の年長さんから小学校1年生くらいでした。自転車に乗る子供をお父さんと思われる男性が後ろから支えて押しています。お父さんが後ろから自転車を押して少ししたら手を離しました。子供は一生懸命自転車を漕ぎますが、すぐに足をつけて止まってしまいました。まだまだお父さんの支えがないと自転車には乗れなさそうです。その光景を見て、私も子供の頃の自転車の練習を思い出しました。毎週父が休みの土日に一緒に公園に行って自転車に乗る練習に付き合ってもらいました。何度も何度も父に自転車の後ろを支えてもらって、少しずつバランスを取れるようになり、自転車に乗れるようになれました。そう考えると自転車に乗るってすごいことですよね。父の支えがあって練習できたからこそ、今では自転車に乗るという難しいことができるようになりました。練習の大切さを身をもって感じますね。練習できればいいのですが、世の中には練習できないことがたくさんあります。障害年金の申請もそれに当てはまると言えます。障害年金の申請は練習なんて言っていられません。ぶっつけ本番の一発勝負と言っても過言ではないでしょう。可能な1回の申請で受給できるようになった方がいいです。別に障害年金の申請は1回しかできないわけではないです。同じ障害で何度だって申請が可能です。ただし1回不支給になってしまうと、前回の不支給になった時のデータが役所に残ってしまいます。再度申請を行った際は前回のデータと比べられて、より厳しく審査をされることになります。また再申請となるとより時間がかかることになります。もしあなたが1回目の申請で障害年金を受給したいなら、全国障害年金パートナーズにご相談ください。あなたが障害年金を受給できるよう全力で支えていきます。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。またあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、動画のリンク先から判定を申し込みください。